こんにちは、はじめまして、西本りみです。こんにちは、あれ、おはよう、こんばんは、どうも、やっほこの度、動画投稿を始めさせていただくことになって、まだ、どんな、ことをするのかとか、どんな動画あげるのとかそんなに決まってないんですけれども、自分で好きに動画を撮って自分で好きに編集してあげていいよっていうことでやらせていただくことになったんですけれども、なんか寂しいですね、一人だとあ、そうそう、今日初めての1本目の動画なんで、これ知ってますか？知ってる人は知ってると思うんですけど、バンドリの1回目のファーストライブ、1回目のファーストライブの時に、のライブ T シャツで、あと、牛込ちゃんもね、ちゃんとついて、あ、そうそう、ここにもね、ちょっと、バンドリ、リストバンド、ブレスレット違う、まあ、バンドリバンドがついてて、バンドリーマーな格好で動画を撮ろうかなーなんて思ってます。そう、さっき何をやってもいいというか、どんな動画を上げるかまだ決まってないっていう話をしたと思うんですけど、決まってないからこそ、どんなことやってほしいとか、なんか、そういうあれがあったら、どんなことやってほしい、リクエストとか、あと質問したいこととかでも、まあ、答えますし、ブログのコメントとか、ツイッターのリプライとか、何でもいいので、あんなことしてほしいとか、こんなん見たみたいとか、なんか動画やからこそ、みんなに伝えれる、ことあるかもしれないので見たいものがあったりとか、してほしいことある人とか、こんなチョコ食べてみてとかでもいいので、やってほしいことを募集します。あーでな、今日は動画1本目やから、何したらいいかとかが特に考えてない。あかんわ、違う、カメラここにあって、モニターこっちにあるから、モニター見て喋っちゃくて、みんなと目合わへんな、こっちやな。そうそう、違うね、ビデオカメラさ、この動画を始めるために買って、そう、みんなにな、見せたいんやけど、あかんよ。どうしよう。そう、チョコレート色のカメラを買ってさ、みんなに見せたいけど、このカメラで撮ってるから、このカメラ見せられへん。ちょっと後でちょっと、なんか見せます。そう、ほんでな、違うね、1本目なんて今日は特にやることがないから、前にブログでなんか気まぐれでお題を送ってくださいってお願いしとって、それでそのいただいたお題がまだな、何個かしかこうかけてない、ブログにかけてないから、今日はそのいただいてた、やっぱ質問系がどうしても多いから、過去に割といっぱいいただいてた質問に読んでが答えていこうと思います。で、ちょっとお話のお供に今日のリミチョコ、イエーイ。明治の美味しいオフ砂糖ゼロカカオ分 61% チョコレート、じゃーん。武道館がもう割と近いっていうのもあって、ちょっとチョコレートはでも欠かせないけど、若干こうね、いろいろ気にしているので、体に優しそうなチョコにしました。というわけでちょっと答えていきます。はい、実家に帰ったら絶対やること、実家に帰ったらやることは何やろ、お出かけお出かけは絶対します。あとあれ、何だっけ、運転絶対します。そう、東京やとやっぱり運転する機会なくて、これ絶対
東京おる間に運転忘れそうやなと思って、私車の免許持ってるんですけど、しかももう初心免許でもなくて、でも運転を忘れたくないから、家に帰ったら絶対運転を1回はするようにしてます。お父さんの仕事を車で送ったりとかそんな程度なんですけど。いつからチョコは好きですか？チョコはね、いつからずっとあの、チーって言うなら、一回ポピラジで話したことあるんですけど、生まれる前から多分チョコレートは好きです。あの、私のお母さんがめっちゃチョコレート好きで、もうちっちゃい頃から誕生日にはチョコレートを絶対渡してて、で、あの、おばあちゃんもチョコめっちゃ好きで、甘いもの好きで、生クリームとか好きで、だからもう代々受け継がれた血なんですよ。だからもうチョコはきっと生まれる前から好きです。お洋服の話、お化粧品の話についてこだわり等はありますかっていうことなんですけど、お洋服は基本的に可愛い感じのものを買います。可愛いお洋服を着ている店員さんが可愛くて、なんかそれにつられて同じ服買っちゃったりします。そう、女の子ならわかる気持ちかもしれません。あ、お化粧品はね、あんまりこだわりがなくて、それこそチークとか、あの、アイシャドウとかは、あの、結構100均とか100均とかのやつを使ってますね。あ、キャンメイクとかコスパいいから使ってたりもします。もう結構あまり化粧品にお金をかけなくてちゃんとしたものをもうそろそろ大人だから買わないといけないなって思ってます。関西との違いについて、そうやな、関西、あ、この間さ、そのロス行ってきたんやけど、あの、飛行機に乗ってから、あの、ごめんな、サイちゃん、いっぱい助けてくれて、もうリミアカンタレやからさって言ったらさ、え、アカンタレって何って言われて、あ、アカンタレって関西弁なんやっていうことをそこで知りましたそう、そうなの。しかも愛ちゃんもあやちゃんもアカンタレってあんま言わへんらしくて、なんか愛ちゃんが、あの、お母さんがアカンタレって言ってるところを1回ぐらい聞いたことあるみたいな言われて、で、そういえば私、そのお日さん、太陽のこともお日さんって言うんですけど、それも関西弁の2人に、あの、お日さんなんてなんか古い人が言う言葉やと思ってたって言われてそう、なんかね、私の使う関西弁はもしかしたらちょっと古いのかもしれない疑惑が最近あります。あ、それで、そう、アカンタレって結局何なんかなと思って調べようと思います。アカンタレとはダメという意味の関西方言、アカンとバカタレ、アホタレに見られる目前、あ、まあ、とりあえずアカンとアホバカタレを合わせた言葉らしいですね。要はダメでバカでアホってことですね。という感じで、まあ、いろいろお答えしてきたんですけれども、いかがでしたかこんな感じで私っぽく、あの、ゆるゆるとのんびり動画上げていこうかなって思ってます。はいそれでは、これから頑張っていくので、よかったら暇な時にでも見てやってください。よろしくお願いします。西本りみでした。バイバーイ。はい、これがビデオカメラです。カメラ初めて買ったんで、何がいいか悩んだんですけど、お父さんについてきてもらって買いました。ちょっと鏡越しやとさ、正面からしか映らへん。まあ、ちょっと
こういうチョコレート色のカメラです。はい、今日からこのカメラちゃんで、このカメラちゃんの名前つけてあげよう。このカメラちゃんで撮っていくので、あのチョコちゃん、あ、チョコちゃんにじゃあします。チョコちゃんをよろしくお願いします。